マインツ大司教、またはマインツ選帝校は780、82年から1802年まで神聖ローマ帝国にあった大きな力を持った司教領主である。カトリック教会のヒエラルキーではマインツ大司教はドイツにおける最高位の聖職者であり、アルプス以北でのローマ教皇の代理人であった。マインツ大司教座は司教座の中でも ローマ大使教座を除いて唯一、聖を付して、マインツ星座と呼ばれていたが、現在では、このような呼び方はあまり一般的ではなくなってきている。マインツ大使教区は神聖ローマ帝国に、相当の領地を持っていた。その範囲は、マインツ近郊のライン川両岸地帯、フランクフルトの上流までのマイン川一帯、ニーダーザクセン州とチューリンゲ州にまたがる、アイヒスフェルト・アイクスフェルド地方、 中林元州エアフルト周辺に及んでいた。マインツ大司教はまた選定校の一人であり、ドイツ大初期官長であり、実質的には1251年から、そして1263年から1803年の間は一貫して、皇帝選挙の投票場管理官でもあった。マインツ大聖堂内にある、大司教ペーターフォンやスペルトの母碑、儀礼用の衣装であり、カズラの上に、 パリウムをつけている。足元の人物は彼が体感した三人の王である。マインツはモグンツヤクムと呼ばれたローマ族州の都市であり、ローマ帝国時代に司教座が置かれた。四世紀以前の初期の司教については伝説の息を出ないものであるが、最初の司教はクレスケンスと言われている。史実として確認できる最初のマインツ司教は343年のマルティヌスである。 七百四十七年に聖ボニファティウスが着任してから重要性が高まる。ボニファティウスはマインツに来る前に大司教を務めていたが、マインツが大司教座に昇格するのは、次の司教、ルルスの時代、780年から七百八十二年、頃であった。千八百二年、マインツは大司教座の地位を失い、翌年の帝国代表者会議主要決議によって、選定公の地位は、 カール・テオドール・フォン・ダール・ベルクと共に、レーゲンスブルク大司教へと移った。ラインガワ・サガンはフランス第一共和制の領地となり、フランクルト下流のマインガワ・ウガンは、ヘッセン・ダルム・シュタット・ホーハクとなっさう公国に、アイヒスフェルトとエアフルトは、プロイセン王国に渡った。アシャフフェンブルク一帯は、ダール・ベルクの所領に留まり、アシャフフェンブルク公国を形成した。1810年のフランクフルト、 対抗国成立により、アシャフフェンブルクは、フランクフルト、ベッツラー、ハーナウ、フルナと共に、フランクフルト対抗国に編入された。1813年、ダールベルクは大司教を除くすべての職を辞し、1815年、ウィーン会議により、ダールベルクの領地は、バイエルン王国とヘッセン選定公国、ヘッセン対抗国及び、フランクフルト自由都市の間で分割された。 現在のマインツ司教座は1802年にフランス帝国領に置かれ、1814年には支配域をヘッセンダルムシタットまで拡大した。以来、二人の数気教を要し、様々なコンコルダートによって公認司教を選ぶ三次会の中世以来の伝統を維持している。ありがとうございます。